権力としてはここダメになります。ああ、そうかそうかそうか、確かにそうだね。なんで言ったんだろうみたいな。そうだね、そうだよね、走れば走れば権威力落ちていくって話だもんね。はい、そうだね、だって感染者もだってここについてるの、こいつ、こいつの重量も含めてって言ってるのは、ちょっと軽くなってるじゃないですか、落ちるって。何をしてんだろうみたいな。何年かどっちかですってなって、ちゃんと。どちらが？はいはい。こんな風にでっかく見えてるんですけど、細いんですよ、これが。そうなんだ。これで細いんですよ。もっとバカでかい特大級のものをしないとダメ。ちょっとなんか、このチャリじゃん。チャリちょっと早く超えたくなった。チャリは大体14個。本当にもう権力だけしか考えずに作ったみたいな。これすごい気に入ってる。ほんと こいつ後々使えなくなったっていうことなんで、分割して2882の機関車と282の機関車を作ったっていう。まああれだな、内容とかね、ああ、ね、なんだ、契約するみたいな。うん。色々はこれでいけるし、結構よく行ったぜ。でも実用の実運用に耐えられませんが、まだ入ってくると。ゴールドウィンとアルコって会社なんですけど、他にもペンシルバニア鉄道とニューヨークセントラル鉄道の間でも話をしてるんですよ。なっていただろうか。あ、それでもそれなりに、あ、そっか、あれだな。いや、見る人は分かんない。はい。話だけですか、2、3年でいなくなった3、3年ぐらいだったんですけど、死ぬまでの距離もたくさんあったんだ。俺なんかこいつ1年で聞いたんじゃないよって思ってた。いや、ほんとに。でもさ、作ったからもったいないから走らせなきゃ。はい。あ、やばいね。こういう小穴みたいな機関車でした。よし。6時だ。空振りですか、空振りだな。よし。ああ、アメリカ復帰して終わっちゃった。アメリカいいね。うわ。